11メンバーの小田さくらちゃんが加入して初めての単独のツアーを八王子3月から始まりまして、今日日本武道館最終日、田中麗奈卒業ということですが、麗奈はどうですか、心境とか。来ましたね、来たよ。ね、左右、あのね、ちょっと麗奈から相談があってさ。何今後、まあ麗奈抜けるやんか、だけどやっぱ負担も大きいかなと思って、麗奈、あのサブリーダーなんて作ったらどうかなって。じゃあ発表します。9期メンバーから福村瑞希、10期メンバーから飯窪春菜、自分ができることを精一杯やろうっていうふうに思います。うん、たくましい。こう言われてもわからないというか。そうだよね、急だもんね。だから今本当に困惑してるんですけど、あのなるべくリーダーの邪魔をしないように支えていけたらなって思います。はい、じゃあ ね、2人ともね、左右を支えてあげてね、一緒に。はい、うん、サブリーダーになれたからってリーダーになれるとは限らないからね、今後。はい、もちろん、はい、よろしくお願いします。よろしく、こちらこそよろしくお願いします。私、田中麗奈は2013年5月21日にモーニング娘。そしてハロープロジェクトを卒業します。アイドルってファンの方に夢と希望を与える仕事なのに、でも麗奈は夢と希望と心配も与えるアイドルだなって自分で思います。何回も何回もブログの更新止めたり、コメント欄にちょっと納得いかんことが書いてあったらそれに反撃したりして、ファンのみんなにもそうやけど事務所の方にも迷惑かけたなって感じています。でも今ではそれもいい思い出かなってポジティブに捉えることにします。かっこ笑い。でもやっぱりこの場を借りて謝らせてください。いっぱい問題を起こしてすいませんでした。でもこれから先もまた何かしでかすかもしれません。いや、しでかすでしょう。それでも麗奈についてきてくれますか。麗奈卒業おめでとう。ありがとう。はーい、いやー大きい。でも本当にさゆみ、麗奈が6期最強って言ってくれたことがすごい嬉しくて、やっぱ6期は今でこそ2人になったけど、本当どの時代も最強だったなって思うので、さゆみ最後1人になってしまうけど、やっぱりいつまでも6期は最強だねって言ってもらえるように頑張るね。レナね、一番初めね、さゆのことあんまり好きじゃなかった。で本当にありがとね。うん、ありがとう、レナ。ありがとう。ハグしよう。卒業おめでとう。ありがとう。